久保さん、動画1万本やれば1万本の動画できますね。名言ですね。<laughs> おっしゃる通り。間違いないですね。うん まさっきねちょっと動画撮ってたんですけどあのまあ僕オークションやったんですよオークションねで財布をね y a h o オークションとかメルカリあるじゃないですかそれを利用せず僕は自分で自分の媒体でこれをオークションかけてやったんですけどこれいくらになったと思います久保さんこれ2万3000円で買ったんですよ で中古です。ね。もちろん使ってるんで。どうですかね。中古。2万3000円で買いました、この財布。で、いくらで売れたと思います、今回。落差者。これね、2万4000円になったんです。<laughs> 不思議ですね。不思議ですね。<laughs> 買った金額より高く売れるって不思議ですね。使ってんのに。まあ、3、4もね、多分買った金額よりか高く売れると思うんですけど。 もう世の中不思議なことがあるわけですよ普通中古の車っていうのは、まあ、価値が下がるわけじゃないですかねで10万キロ走ったらもう安いみたいなねも僕も20万キロ走ってるんだけどそれでも買いたいですってう,、ね、<laughs> そうまああの車600万ぐらいで買ったんですけど、まあ、600万以上では売れるとは思いますけどまあちょっと来,来週業者の査定を見て あのね、プロの面を見てどれぐらい出んのかっていうのっちょっと楽しみなんですけどでも今の市場価格から言うならば、まあ、600万以上には間違いなくなるとは思うんでてか600万だったら売らないんでうんだからまあやってみないと分かんないですよね僕も想像できたかっていうと想像できないですよで今回その4人ねそのオークションに参加された方いるんですけど結局落札するのは1人なんですよだから1人いればいいんですよね結論1人いればね だからその3 G T、4GTR に関してはもう、買う人一人なんで、一人いればいいんですよ。うん。だから僕は、あの、車運転してて、あの、一回ね、コンコンって叩かれて、あの、売ってくれませんかって言われましたけど、20万キロ走ってますけど、みたいな。いや、距離関係ないっす、みたいなね。うん。だからまず、なんだろうな、あまあ、想像はできないことなんだけども、 結局、やったその先にしか見えないものっていうのがあるし、やったその先にしか体験できないものっていうのはあるんですよ。だから結局、その、それを体験したいんだったら、やってみるしかないんですよね。うん。なんかその、食わず嫌いってあるじゃないですか、世の中に。でも、食わないのに分かんなくないですか。まあもちろん、その、下手物料理とかも、見た目で今、ちょっとやべえなっていうのは、それは置いときますけども、 まあピーマンとか人参とかね普通のあると思うんですけど食わないで嫌いっていうね食わず嫌いっていう <laughs> うん逆にねこれよくある話だと思うんですけどまあこれ芸能人の,あのニュースとかでもよくあると思いますしまあ あの昔僕は思ったことも多分ねこれね同じく思った人いると思うんですけどどういうことかっていうと、まあ、芸能人の方って基本的に綺麗じゃないですか、まあ、美人の人多いですよね美人な人がで美人とイケメンが結構結婚する割合が非常に多いじゃないですかだけど破局みたいなねなんかスピード離婚みたいなねよくなんか流れるじゃないですかでなんでって思いませんなんであんなに綺麗で あんなにかっこよくて、なんでそんなすぐ離婚するのみたいな思ったことあると思うんですよね。でもこれも結局結婚してみれば分かんないですよね。<laughs> 中身分かんないんだから。だから他,他人がどうこう言う問題ではなく、その人にしか分かんないですよ。その二人にしか分かんないわけじゃないですか。でも他人があんこと言うんですけど。<laughs> ねその中身分かんないですよ、そんなのは。うん。だやっぱやってみて、試してみて、 その先にしかかやっぱ分かんないいこことととがあるということですよでもそれを先延ばしにしてたらずっとそれを体験できずに終わってしまうってことですね人生だから事実をどう捉えるかっていうのはすごい僕大事だと思うんですねだから年取ってきて僕は本当にそれをまざまざとすごく感じてるから今頑張れるっていうのはあるんですよね、まあ、ネットビジネス出会ったのは22ぐらいの時なわけですよネットで稼げるっていうのを知ったのはね もう17年前ですよネットで稼げるっていう知ったのはでも気づいたら今年で40になるわけですよ久保さんと出会ってね久保さんもねもう50ですよ <laughs> 久保さん今年50ですよねちょうど10年働いてる <laughs> 久保哲郎50歳あと10年後60みたいな、ね、赤ちょうちん今度来てますよね60になって多分赤ちょうちん来て多分動画撮ってますよね60 <laughs> すごいっすよねこれ だからまあその事実はもう揺るぎないんで時間が経って年とだから最近そのなんかテレビなんかこの前お正月久しぶりにテレビ見たらなんかやっぱね昔いた人たちがどんどん老けてんですよねなんかテレビ最近見てなかったんでなんかテレビ見ると昔活躍してたねあんなに可愛かったのにあんなに凄かったのにあおばあちゃんになっちゃったなみたいなねこんな変わっちゃうんだみたいな すげこんなに変わあこんなにっていうかねまあ一応芸能人の方は化粧とかあのまあねいろいろと美容やられてるのでそこまでっていうところあるんだけどやっぱりシワだったりとかほうれい線とかはやっ,ぱんやっぱりっていうところでなんかそれが現実なわけじゃないですか。 うんだからその現実とどう向き合うのかっていうのはすげえ大事だと思いますよ。うん。だからもうほんと年取って僕が良かったなと思うことがまあその時間の価値をより深く理解できるようになったなとより深く理解できるようになったから、うん、やるべきことをやろうとどん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 前のめりでどんどんやろうと。本来だったらあのエネルギーがある若い20代の時に まあ本来だったらね、どんどん挑戦するみたいな話なんだけども、逆に年を取れば取るほど、挑戦した,くしたくなるというか、挑戦するエネルギーが僕は湧いてくるんじゃないかなと思うんですけど、ただこれ、時間と向き合ってない、時間の価値を理解してない場合は、もう遅いよとかね、なんか,ななんかね、多分そっち方向に行くんじゃないかなと。逆じゃないですか、時間がないからね、いろんなことやんないと、もう終わっちゃうんで。 でも多くの一般の人たちはもうこんな年だからとか言ってるわけじゃないですか。いや逆だよっていうね <laughs>。いや実際逆じゃないですか。だって挑戦できる回数が減るんだから。ね年取ったら。そう。だそれだったらいつまで経ってもね、成功なんかできないし、こんな生活にできないですよ。だ僕もその、なんだ、鹿児島で独立するときに考えたのが、 あのもう自分の人生のなんか計画というか、ね、区間を考えたわけですよね。で今もしここで辞めて独立しなかったら多分もう多分ないだろうなと思ったんですよね。で今ちょっと挑戦してみないとだめなんじゃないかってすげえ思ったんででよかったですね本当に良かった。あの時もし決断してなかったら多分今の人生ないんでうん、まあ、腹くくどりましたよ。 もし一人でやって駄目だったら鹿児島行ってね、一人でね、<laughs> 借金まみれで鹿児島で一人でね、孤島でね、独立して駄目だったらバイトしようと思いましたけど、コンビニでバイトしようと思いましたけど、うん、よかったですね、本当に。うん、やった、や、やりきったその先や、やった人しかその先はわかんないですね。その先を知りたいんだったらやってください。行ってらっしゃい。